こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。今回は7位フォルティール浜松です。どんな成績なんでしょうね。強いです。確かにトップ選手は強いですね。油断せずに行きましょう。フルメンバーでしっかり勝ちに行こうってことは大事ですね。エリカも確かにだいぶ良くなってきましたけど、まだ、夏木らに比べると落ちますからね。夏木じゃない、緑に比べると落ちますから。カナがなんでいるのかっていうのはあるよな。カナ見てみよう。BBBCCCA なんで、ミホを入れましょう。人気は残そう。サヨいいですよね。サチコよりサヨ。まあ、ミオも悪くはないんですよね。クライスイカってミオ。マドカは確かに強い。マドカ、ナナコは。さあ、19節です。さあ、これはもうホームなのかな？満杯のスタンドですね。すごく。チームとしてはプレッシャーになるのか励みになるのか。まあ、強敵ですからね。早くもゴール前来ますね。さあ、うまいセンタリングだが守備が硬い。とにかく硬い。はい、だがなかなかいいですよね。上がってくるもんな。入りくん。さあ、緑、ちょっとアウト、先取点。こぼれ球をうまく飛び込んできました。このセンタリングもなかなかいいですよね。緑、とにかく打ってみろ。そこを見ようが。ミオの見事な先取点です。まだ逃げ時間になっている選手はいないですね。あとはしっかり守り抜きたいところですが。パンチング。さあ、立て直しよう。おー、すごいな、くるみ。飛び込んでいきたい。お、危なかった今のは。ノーホイッスルで助かった。くるみ、じゃあうまい。前半終了です。さあ、2ゲージになったのはさよとみほですね。この中で身を取る方を交代しましょう。クラリス。
窓かあたりと交換させましょう。あ、みゆきも疲れてますね。まなみかな。さあ、後半です。一気に縦へ攻めていくと思うんでね。そこをいかに止められるか。まどか、これはうまい。おお、大きな2点目です。必然的に入ってるって、あ、これ来るぞっていうところがしっかりしてますよね。偶然の産物、さっきは偶然の産物だった、いや、あれも偶然の産物じゃないですよね。ちゃんとミオがその役割を果たしている。二の矢三の矢、これがやっぱりチーム層の厚みを感じてくれます。さあ、交代はあと一人です。中盤ですよね。さつき、さよ、ななこ、さよかな。さっきも疲れてたし、さつき交代枠も使い切りです。さあ、相手ボールのスローインですね。2点差あるので、じっくり。ハイダ、ハイダが結構いいんですよね。起点になるんでな。自分で攻めに行くことをできますからね、ディフェンダーにもかかわらず。そこもすごい。決まった、3点目。決定力もいいですね、この試合。あやか、調子がいいんでしょうね。ななこの絶妙です。守備を戻ってきましたが、止めるまでには至らずですね。決定だ。桜井すぐ反応しますね。4点目入った。ハットトリックじゃないですかね、これは。ハットトリックかな。全部緑が、ミオを除いたら全部緑が入れてるはず。いや、予想以上に圧倒してますね。ホルティール浜松を。さ、このまま、え、油断です。油断です。今一瞬のエアポケット生じましたよね。エンリケ、これ入るか。入ったの不思議なぐらいですよね。棒立ちになってたわけでもないし、あの立場じゃしゃあないからな。おお、くるみナイスプレーと思いきや、熊田強い。かなり選手も疲れてますが、もう一踏ん張りです。まどか、これはちょっと無理があるか。試合終了です。4対1へ勝利です。先取点入った前半32分、膠着状態を緑蹴って、こぼれたとこをミオが、これですね、ミオとにかく打ってみよう。キーパーの
リバウンド、キーパーが完全に左行ってるので対応できません。パンチング。後半12分です。次の点数が入ったのが、緑がマドカが上げて緑のヘディング、左右に振られている感じになりますよね。このロングパスの安定性が増したのも得点の理由。さあ緑2点目ですね。これが緑のボレー、しっかりこれ確実に安心できる感じですよね。あ、今守備に当たりましたね。さあそしてこれハットトリックですよ。本当にハットトリック。すぐに奈々子が取って飛び込んできました。その5分後、これがちょっと不思議な点数なんですよね。そんなすごい感じはしなかったんですが、あー右を突かれたのか、まあ、うまいとこに蹴ったって感じですね。派手さはないけど、相手の方がボール支配率圧倒的です。ただ5本シュート打った中で4本が入ってるんですよね。確実っていう正確性が高いってことになりますね。2位は変わりません。リバス大阪を勝ちましたんでね。ただ筑波大我慢相手には勝ち点8、あれ残り試合はそう3試合、つまり3連敗しない限りは得失点差とか見てると2位以内の突破はできるんじゃないかなと思います。さあ、次はですね、次からジャパンカップですね。1回戦、マルカトーレ青葉ですね。これはしっかり、勝っておきたいところです。まあ、ジャパンカップ昨年優勝したんで、今年もきっちり優勝を狙っていきます。まずは1回戦から、おそらく控え選手で、中心で勝てると思うんで、主力を休ませて控え選手の活躍の場にしたいと思います。この後も日程としては筑波大我慢、エルドアード欧州、キャピタル東京と強敵が続きます。3位ですからね、筑波大我慢は。エルドアード欧州は4位、キャピタル東京はちょっとなんか今年はそれらしくないですけど、昨年の優勝チームですから、なかなかの強敵になるとは思います。しっかり、勝っていきたいと思います。もしこの動画良かったという方、高評価、チャンネル登録お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。